それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。この辺のサソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。かかってきやがる。ぶった切る。竜巻。やるな。ボーショット。その強度だ。さてと。レディーなら大歓迎だが、やるか。鬼サンジ。おう。
お、腕が鳴るな。さあ食え。これが俺の作った料理、サソリと貝のスープだ。おお、興味深い香りがするな。では一口。おお、これはこの澄んだ味わいはサンディシェルから取った出汁。それにこの肉肉しい味わいはサソリの足肉を使っているのか。いやー、お見それした。こんなにうまいスープは初めて飲んだぜ。やった、大好評じゃない。ということは8人分の水と食料は。うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいるとはな。エース。ん、どうしたルフィ。エース、また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよまあ話は飯を食いながらにしよう。腹ペコなんだ。そうか、じゃあサンジ、先の頼む。ああ、任せとけ。メラメラの実の能力者、危険のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っている。いやー、うまかった。いい腕だ。当たり前だ、サンジは俺の船のコックだぞ。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう、よし、うまい飯で腹も膨れたことだし、そろそろ行くか。またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだからな。じゃあな、ルフィ、待ってるぜ、高みで。エース、見ててくれよ。俺は必ず海賊王になる。ルフィ、よかったな、エースに会えて。ええ、さて、それはいいけど、8人分の水と食料は？約束通りタダでやるから心配すんなって。ほら、持ってきな。絶品スープを飲ませてくれてありがとうよ。これでようやくレインベースを目指して出発できるわね。よし、みんな砂漠に行くぞ。記憶のパーツで作られた世界ってのはこんなこともあるんだな。そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはないわね。気は抜けねえけどな。やることは変わらねえ。ビビを見つけてワニの野郎をぶっ飛ばす。よし、宴だー。
うったけだー、いやっほー、行くぞ。よし、怪しい通りだな。お前ら気をつけろよ。肩慣らしといくか。立ち向き、よし、くだえ、俺様に止まんだけだ。授業にはそこどく、まだまだ、次はどいつだ。どう、やったなルフィ。あ、ねえ、ところでこれから行くレインベースってどういう街なの？
確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズよ。カジノ、あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今。ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。お前ら遅れるんじゃねえぞ。ゴムゴムのガソリンだ。来てんじゃねえか。何が起きてももう動じねえ。必殺怪物。相手にとって不足なし。そっちか。竜巻。大力が戻っ。うらっ。ではでは。こっちには何があるの？暴れるぞ。みんな、こいつを先に狙ってくれ。早く。よし、行くか。トラック。ぶっ飛ばす。敵手の腕を見せてやる。強烈なのをお見舞いしてあげる。任せて。おいおい、まだ出て。覚悟しろよ。ゴムゴムのガソリンだ。そっちか。竜巻。必殺怪物。行くわよ。こんな。悪いが加減するつもり。お前じゃ退屈。この力があれば俺が私の海の俺力。手にとっ、行くぜ。私の番のようね。
フルールフリック。ぶっ飛ばす。あんたたち任せて。邪魔するな。ちょっと痛いだろ。俺の中ぶっ飛べ。キャンプができそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何？その怪しい薬品は。まあ日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。お前そんなものいつの間に。いつどんな島に着くか分かんねえからな。前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし宴だ。サンジ飯作ってくれ。待ってろ、手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。仲間？海賊の一員？島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたいだけど、仲間って何？任せとけ！うめえな。さてと、行くか。
だここ。よし、さっさと片付けるわよ。どうす、これだ。相手にとって不足なし。行くぞ竜巻。大剣豪に文句あるか。ちょっと邪魔よ。状況はよく、どうすっかな。ゴムゴムのガトリンガー。きつい。来いよ、切られる覚悟があるならな。まだだ。よし、かかってこい。ゴムゴムのガトリンガー。いかねえよ。行くぞ。竜巻。まだだ。覚え。よし。そこの人たち、この峡谷に踏み込むつもりかい？それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな。この先の迷いの峡谷では、谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。へえ、それは便利ね。ありがとう、もらっていくわ。いや、なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行ってみな。
しい。おかしいだろ。なあなあ、待て待て。本当か。うん、わかった。なんだ。よし。え、そうなのか。ルフィ。任せとけ。それよ。よし。任せとけ。やるぜ。よし。
ありゃ、身がねえ。あ、ルフィ。ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞ、これ。ほとんど食っちまったって怒ってるぞ。ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはずだぞ。それをほとんどって言うんだって怒ってる。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。案内するからここから出て行け。でさ、ごめんね。いやー、意外とうまかったな、ナッツ。あなた、鳥の食べ物まで食べるのね。よし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。ビバード、ちゃんと来てると思う？おう、大丈夫だぞ、多分。おい、どこだ鳥。やべえ、だんだん不安になってきた。もう少し先まで行けばはっきりするだろう。この先が迷いの峡谷か。迷いすぎて餓死しなきゃいいけど。ナビバードが道を示してくれてるぞ。ナビバードが道を示してくれてるぞ。助かるわ、ありがとう。そうだな、ありがとう鳥。これでこの峡谷を抜けられそうね。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。さーてと、ゴムゴムのガソリンが。俺が待て。任せて、これで倒れて。助
だ。こんなとお前ら遅れるんじゃねえぞ。やる気みぶっ飛ばす。ゴムゴムのガソリンが。面白くなってきたわね。トレインタフルールフリック。これ力が戻ってきた。少し石像の上、鳥がいるわ。綺麗。あ、なんか言ったか。なんでもない。リムは鳥が好きなのね。あ、そんなことは。その割には鳥を見て嬉しそうだな。嬉しそうにしてない。それにしても分かりづれえ場所だな。さっさと片付けるわよ。だらだらと。刃こぼれすら己の恥だ。三刀流王三千世界。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガソリンだ。ゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。マリモのやつ。やそれにしても分かりづれえ場所だな。こりゃナビバードがいなけりゃ確実に迷ってたぜ。シッシッシ、そうだな。でもナッツは食べちゃったくせに。行くぞ。よし。お、そろそろ出口なんじゃねえか。無事に抜けられたみたいね。ああ、鳥のおかげだ。Yeah!
それにしてもでかいトカゲだな。サンドラオオトカゲだ。2年前にも砂漠の中で会っただろうが。あ、そうだったか。この野郎、取り返せ。いけるか。ゴムゴムのブレッド。よし、行くか。一刀流、シッソンソン。まずいわね、こいつ、強いわ。サンダーボルテンポ。これを。気を抜けなそうな相手ね。トレインタフルールプリッ。えいちちちちち。サッペタイムだ。くそ。一刀流、シッソンソン。サンダーボルテンポ。ウソップ、使わせてもらう。トップグリーンの多彩性、見せてやる。ウソップタイムだ。キー。サンダーボルテンポ。こうかしら。一刀流、シッソンソン。ウサッペタイム。任せて。トレインタフルールプリッ。俺から行く。貴様やかまし。よし、行くか。鬼サンダーボルトテンポ。トレインタフルールプリッ。切り替えがありそうだ。鬼切れ。サンダーボルトテンポ。
これは一筋縄ではいかなそうね。トレインタフルールグリップ、トップグリッド真ん中だ。昔は今や俺が万能薬になる。みんな助けてくれてありがとうって言ってるぞ。気にすんな。ナビバードのやつが先に飛んでなければ、食われてたのは俺たちだったかもな。ありがとうナビバード、お前の犠牲は忘れねえ。いや、さっき元気に飛んでいったろ。なあなあ、この世界で死んだら俺たちどうなるんだ。死ぬわ。正しく言うなら意識が死んで不思議空間で眠っているあなたたちの体が目覚めなくなるってこと。ヒヒヒ、でも腹減ったら起きんだろ。無理よ、心が死んだら体は動かなくなるわ。そのまま不思議空間で白骨化していくのね。